こんにちは、マンラーレンタカーの石ちゃんです。今日は青森県八戸市サメにある芝邸さんに行ってきました。今回注文したのは磯ラーメンです。それではいただきます。本日は雪一面の種差し海岸で動画を撮影した後に芝邸さんにお邪魔したので、体の芯から冷え切っている私の体を元に戻してくれることを願い、温かい磯ラーメンを注文しました。スープは鶏ガラ、玉ねぎ、人参、昆布を出汁として使用しているそうで、とてもあっさりとしていて、そこに磯の香りが口いっぱいに広がり、とても優しい味でした。麺も長年の研究を重ねたものらしく、私の大好きな細い縮れ麺で、あっさりスープとの相性がとても最高でした。相性が良すぎてラーメンではなくスープを飲んでいるような感覚、これは食べた人にしかわからないかもしれません。麺の上にはわかめ、あさり、プリプリのエビに、カニ、ホタテ、イカ、ウニと海の幸がたくさん入っていて、さすが八戸のラーメン。多くの種類の海鮮と麺と交互に食べることで、最後まで飽きることなく味わうことができました。いつもはラーメンを食べていると味に飽きてしまい、味変をしてしまう私ですが、今回はお醤など何も入れることなく完食。他にもおすすめの定食や磯ラーメンに、ウニやイクラなどのミニ丼セットにできるみたいです。お店の目の前には種差し海岸があり、暖かい時期には天然芝が広がっており、冬は雪景色に海の見える最高の眺めです。お子さんと種差し海岸で思う存分楽しんだ後にお腹を空かせてから食べるのがいいと思います。ぜひ皆さんも芝邸さんに行ってみてください。他にも皆さんにおすすめの飲食店の動画が上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。こちらメニューになります。動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。